ハロルド・エドワード・ホルトは、オーストラリアの政治家。第17代オーストラリア首相。メルボルンのクイーンズ大学で法律を学ぶ。後に首相となるロバート・メンジーズと知り合ったのを、きっかけに政界を目指すようになり、1935年に自由党から立候補し、当選した。その後移民大臣を務めるなど、順調に政治家としてのキャリアを積んだホルトは、1966年に、 首相に就任した。その後は、冷戦下において同盟国のイギリスやアメリカと、綿密な関係を築き、ベトナム戦争への自国軍の派兵などを行った。1967年12月17日に、友人たちと共に、ビクトリア州メルボルン南方のビーチに出かけ、泳いでいる最中に、行方不明になる。その後、6日間にわたって捜索がなされたが、 ルト本人は愚か遺留品すら発見されなかった。主要国の首相が行方不明になる事例は、少なくとも第二次世界大戦以降では類を見ない。しかし、一国の首相が唐突に行方不明になったため、世間では首相の失踪ということで、中華人民共和国のスパイであり、潜水艦で連れ去られた護衛にボートに乗せられた後に国外逃亡して、 愛人と暮らしたといった諸説が出て大きなミステリーとされていた。38年後の2005年9月2日に地元のビクトリア州の検視官が他の水難行方不明者の事例とともにホルト首相を荒波にさらわれて推ししたと最終判断をした。ありがとうございます。